歩けばいい。高岡よし。2018年。その1、訪問。足が長いことによって得をしている人は、他のところで損をして人生のバランスをとっているのだろうか。顔が整っている人、お金を持っている人、何不自由なく育った人、何でもいい。そういった人たちの損得足し引きはやっぱりゼロになっているのだろうか。昨日の夜からずっとそのことを考えているが、答えは出ない。僕は足が短い。和夫さんにもらった32インチのジーンズを履いたその姿などは見栄えの悪い殿様だ。せっかくもらっておいてなんだが、僕は服をくれる人の神経が理解できない。衣服は言うなればその人自身だ。何を思い何を考えているのかが身にまとうものに現れる。別に他人が何を着たって構わない。和夫さんが好んで選ぶワンちゃんトレーナーに文句はない。ただその思考を押し付けられるのが嫌なんだ。半年前から同じ屋根の下に住むようになった和夫さんは、家の中で顔を合わすたびにおうと会釈する。僕はそれを見るとなんだか申し訳ない気持ちになる。なるべく早くこの家を出るべきなのは分かっている。もう21歳になった。今さら新しい父親は必要ない。さっさと腹を決めてアパートを探せばいいのだが、その一歩が踏み出せずにいる。しんちゃん、お客さんよ。和夫さんとお揃いのワンちゃんトレーナーを着るようになってから僕の名前はしんちゃんになった。正直呼び方などはどうだっていい。ただ明らかに音程の上がった母親の声が耳になじまない。しんちゃん、中学の時の花田くんよ。え、花田？思いもよらない名前を耳にした僕は急いで階段を降りた。おう、しんや。おうじゃないよ。どうしたの？ずっと連絡してたんだよ。上下黒のジャージを着て玄関先に立っていた花田は、記憶にある坊主頭とは正反対の長髪で、顔はヒゲで覆われていた。深夜、突然で悪い。話があるんだけど。話？何？しんちゃん、上がってもらいなさいよ。久しぶりなんだから。すっかり変わってしまった花田の風貌に戸惑う僕などお構いなしに、母親は笑顔で花田を迎えた。先に上がった花田に続いて階段を上る。見た目は変化しても猫背のシルエットは昔のままだ。あの適当な場所に行ってないか。ちょっと布団畳むから待ってて。いいよ、どこでも。あ、じゃあそこで。ちょっと花田、ずっと連絡してたんだよ。元気だったの？元気ではないよ。視線を下げたままの花田は無造作に伸びた髪を触った後に顎ひげをさすった。花田、髪伸びたね。それにヒゲも。ああ、そうだな。で、どうしたの？話って何？深夜、お前まだ撮影してるか？撮影してるって、ハンディカメラのこと？そう。いや、もう撮ってないよ。なんで？まだカメラはあるのか？あるよ。あのさ、突然なんだけど、俺の映像を撮ってくれないか？え？花田の？何の映像？俺が歩いてる映像。俺さ、スカイツリーまで歩こうと思うんだ。だからその映像を撮ってほしい。スカイツリー？ここからスカイツリーって歩く距離じゃないよ。どういうこと？もう何年も連絡の取れなかった友人が突然やってきてスカイツリーまで歩くと言っている。何が何だか理解できない僕は続けて質問をした。撮ってほしいってことは僕も一緒にスカイツリーまで歩くの？ああ、お願いできないか？いや無理だよ、そんなとこまで歩けないよ。電車は？電車じゃダメなの？それだったら2時間もかからずに着くでしょ。っていうか、なんでスカイツリーなの？ちょっと前に夢を見たんだ。スカイツリーまで俺が歩いてるのをお前が撮る夢で、その映像を映画館で流すんだ。
夢だったけどやけにリアルだった。だからこれだって思った。え、夢？それで歩こうと思ったの？なあ深夜、お願いできないか。花田の顔は笑っていない。きっとふざけてなどいないのだろう。いや、だって東京でしょ。夢で見たからって歩く距離じゃないよ。記録を取ってほしいんだ、俺が生きてる記録を。だから夢を見た時これだって思った。そうすればこの先俺に何があったって映像は残るだろ。花田、それどういう意味？言葉通りだよ。この先何があるかなんてわからないだろ。とにかく俺と一緒に歩いてほしい。頼む。昔よりも若干幅が太くなった花田は熊みたいに腰を上げて頭を下げた。中学の卒業式には参加せず、長野へと引っ越していった花田。何かあったらかけてくれと渡された電話番号から彼の声を聞くことはできなかった。この6年間彼が何をしていたのか僕は知らない。でも今目の前に花田がいる。あれほど話がしたくてたまらなかった花田が今ここにいる。わかった、歩くよ。一緒に行く。撮影は歩いてるところを撮ればいいんだね。ありがとう深夜、感謝する。歩ききれるかわからないけど行くよ。それでいつやるつもりなの？なるべく早く行きたいんだ。深夜、お前仕事は？今は派遣のバイトをやってて、先週短期の現場が終わったとこ。まだ次のは決まってないよ。そうか、だったら明日出発できるか？明日ね。うん、大丈夫だよ。じゃあ急いで準備しなきゃね。とりあえず何がいるか考えよう。行き方も調べなきゃいけないし。準備って言ったって歩くだけだから何にも必要ないだろ。途中にコンビニもあるし。それに行き方はもう調べてプリントしてある。ほら。ジャージの右ポケットに手を入れた花田は無造作に折られていた白い紙を取り出し床に広げた。距離 61.5 キロ、所要時間12時間45分。ちょっと字が小さいけどルートの詳細もある。深夜、スマホ持ってるよな？うん。大体はこの地図で大丈夫だろうけど、細かいとこはその都度ナビで確認してほしい。俺だいぶ前にスマホを解約して持ってないんだ。わかった。それにしても結構かかるね。約13時間と見ても2日あればいけるんじゃないか。2日でどうかな。まあ無理しないペースで行こう。深夜、悪いんだけど今晩泊めてくれないか？こんな狭い部屋でいいなら問題ないよ。あ、一応母親に伝えてくる。助かるよ、ありがとう。止めると簡単に言ったが、雑然とした4畳半の部屋にそんな余裕があるのかわからない。週末の度に花田が泊まりに来ていた中学の頃と違い、部屋に余計なものが増え、お互いの体も大きくなった。机を出してタンスの向きを変えればなんとかなるかもしれない。頭の中であれこれ考えながら台所のドアを開けると、母親がこちらを向いて座っていた。あれ、和夫さんは？さっき出た。ほら、日曜だから柊君と食事。ほんと偉いよね。同じ別れたでもどっかの父親とは大違い。あいつにご飯なんか誘われたことないでしょ？あるよ、3回。牛丼屋が2階にラーメン屋が1回。それってさ、ずっと前のことでしょ。しかもたった3回。カズちゃんなんて毎週よ、毎週。それよりさ、花田くんどう？元気？元気ではないって本人が言ってた。あら、そういえば印象が変わってたわね。だいぶね。あのさ、今晩花田泊めていい？いいけど、寝る場所はあるの？いろいろと動かせばなんとかなると思う。あとさ、家にリュックみたいなのあったっけ？ちょっと明日から2、3日花田と出てくる。リュック？階段下の押し入れにあるんじゃない？何、どこに行くの？どこっていうか、キャンプみたいなことをする。スカイツリーまで歩くとは言えない。珍しいわね。あ、そうだ、ちょっと待って。持っていた湯飲みをシンクに置いた母親は、冷蔵庫に貼り付けられていた封筒を取りテーブルに置いた。はい、これカズちゃんから。友達が訪ねてくるなんて珍しいから、これで美味しいものでも食べてってさ。カズちゃんってさ、本当にいい人よね。やっぱり何から何まであいつとは大違いね。
僕が中学1年の時に父親は家を出た。いや、正確にはギャンブルで作った借金と風俗通いが母親にバレ、家を追い出された。二人が別れてから8年ほど経つが、今でも母親は会話の端々に別れた男への文句を散りばめる。あのさ、いちいち比べなくていいよ。和夫さんが素晴らしい人だってもう分かってるから。そうね。とにかく花田くんによくしてやりなさいよ。前にルミちゃんのお母さんから聞いたけど、花田くん引っ越した先でいろいろとあったらしいから。よくできるか分かんないけど、やれることをするよ。とりあえずこれありがとう。和夫さんには後でお礼しとくから。なんとなく母親の顔を見たくない。自分の父親を小馬鹿にするとき、和夫さんを無条件に褒めたたえるとき、僕は無性に彼女が醸し出す空気から逃げたくなる。母親の気持ちはわかるし、言いたいこともわかる。でもそのすべてを受け入れようとすると心が窮屈になるのだ。リュックとタオル、着替えとビニール袋にスマホの充電器、あと雨降った時のために折りたたみ傘ね。一応ポケットティッシュとかはこっちのサイドに入ってる。あと何？他に何が必要？階段下の押し入れでリュックサックを引っ張り出した僕は、思いつく限りの携帯品を部屋に持ち込み、花田の前に並べた。なんか小学校の遠足みたいだな。お菓子も水筒も持たない時点で遠足じゃないよ。水筒といえばお前んち、いつも麦茶だったな。しかも薄くてまずいやつ。メガネを直した花田は控えめに歯を見せた。花田んちの粉ポカリだってひどかったよ。毎回粉分量が安定しなかったもんね。粉ポカリってそんなのよく覚えてんな。まずさが印象的だったからね。あれ欲張って水多くするからいけないんだよ。その言葉をお前んちの麦茶にそのまま返すよ。ちょっと、水筒の話はいいからさ、他に何がいると思う？あとコンビニでも、後でコンビニとかでも買えるけど、持ってけるものは持ってった方がいいよね。その方がお金セーブできる。深夜ビデオカメラ、一番大事なもの忘れてるよ。あ、そうだ、危ない危ない。充電器も持っていかなきゃいけないしね。僕は急いで立ち上がり、机の引き出しを開けた。ダブルファスナーの黒いケースに入っているビデオカメラは僕の宝物だった。初めて自分が撮ったものをテレビに映したとき、パチンコで大当たりした父親を心の底から尊敬した。彼が家を出て行った後、不謹慎だが僕は真っ先に黒いケースを探した。父親がいなくなったことは寂しかったが、今の棚にそのまま置かれていたケースを確認した瞬間はほっとした。12歳から15歳の間、僕は毎日のようにビデオカメラをいじっていた。何かが浮かんではとにかく撮り、その映像を近所に住む花田に見せていた。小中と同じ学校でクラスに馴染めず、いじめの標的。花田は小学4年から、僕は中学1年から母子家庭と、お互い様々な状況で似通っていた。そのカメラ、ずいぶん使ってなかったんだろ？ちゃんと動くのか？花田が心配そうに身を乗り出して、ハンディカメラを見る。ちょっと待って、今確認する。ケースから取り出したカメラに電源をつないで、モニターを開く。右手の親指で赤いボタンを押すと、四角い画面に砂壁とヒゲもじゃの花田が映り込んだ。大丈夫、ちゃんと撮れてる。それにしてもこうして見ると、やっぱり別人みたいだよ。そうか、頭丸めてヒゲ剃れば同じだよ。深夜はあれだな、見た目はあんまり変わってないけど、着る服と呼び名は変わったな。呼び名は母親が暴走してるだけ。このトレーナーに関しては部屋着だし、僕の趣味じゃないから。別にバカにしてるわけじゃないから否定しなくていいよ。その服にあるハッピードッグっていうメッセージもストレートでいいじゃないか。花田、それあえて言ってるだろ。相変わらずそういうとこは変わらないね。そんなに褒めるならあげるから着なよ。絶対に嫌だ。ほら最低だ。目を細めて僕が言うと、花田は笑った。約6年ぶりに見る彼の笑顔は昔と変わらずぎこちなかった。カップラーメンでいいならご飯出すよ。あ、確かペヤングがある。だったらそっちの方がいいよね。立ち上がって尋ねると、
花田は黙ってうなずいた。誰かの目を見て話し、誰かのために腰を上げる。階段を一歩一歩降りるごとに、花田がいなくなってからの期間が顔を出す。全く予想していなかった友人の訪問に突拍子もない依頼。未だに理解できないことばかりだが、明日は晴れてほしいと思った。